埼玉は武南高校が優勝して以来優勝してないんですよ。昌平高校頑張ってくれないかなっていう思いは個人的にあるんですよ。インターハイで優勝したっていうこう流れ、第二の監督なんじゃないかっていうことも言ってたりだとか、将来的にはこうオルンガみたいになってほしいな。高川学園、トルメンタ、ドリブルドリブルドリブルみたいな対決でここで勝ったチームが優勝するんじゃないかなって僕は思ってますね。今回は C ブロックと D ブロックをやっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。さて C ブロック、まあここは注目校はまあ前回ベスト4、もう奇抜なセットプレー、トルメンタで一躍大旋風を巻き起こした高川学園がまず注目ですよね。そうですね。さらに前回大会ベスト8、こちらも旋風を巻き起こしたと言っていいでしょう、東山高校で、さらにこう激戦区の千葉を勝ち上がってきた、日体大柏高校、まあ、こういうところが、入っているブロックとなります。どうでしょう、本命いってみましょうか。はい、まずは松尾さん、はい、はい、もう僕は東山です。まず坂津選手を中心にやっぱり去年から出てる選手が非常に多いチームで、はい、経験も豊富で、うん、そういうチームっていうところの強みは間違いなくあるので、はい、総合力も高いということで押しました。はい、はい、じゃあ手塚君。はい、自分はちょっと1回戦で東山と星稜が強豪チーム同士の対戦があるので、まあここの勝者がこう結構上まで行くんじゃないかなって予想していて、まあ、東山もこう、まあ、坂田選手にこう、まあ、攻守にバランスの取れたチームですし、星稜に関してはこうもう今ワールドカップでこう森保ジャパンがいい守備からいい攻撃っていうふうに言ってますけど、まあ、それが本当に武器のチームで、はい、この組み合わせとしては楽しみなカードでですね。はい、はい、他なんか対戦カードであります松尾さん。対戦カードでいうとこの明桜対飯塚っていうのはちょっと面白そうかなと、はい、まあ、飯塚は初出場ってところで明桜も最近力つけてきたチームってところで、はい、まあ、新興勢力同士の対戦ってところで、まあ、飯塚高校さんに関して言えば、まあ、去年のインターハイで初めて全国大会に出場して、はい、でここ5年で、まあ、力もつけてきて、もともと東福岡京北大附属さんで、あとは東海大福岡中京さんっていう、こう全国行ったことがあるチーム、はい、上位に行ったことがあるチームの中で割って入ってきたっていうところがあって、はい、でここのチームやっぱりこう監督がちょっとエッジが立っているので、試合前に美容師さんを呼んで髪の毛を切るっていう今回ワールドカップでもイングランド代表さんでやってたと思うんですけど、はい、ああいうこうちょっと変わった取り組みとかもしてるようなチームなんですけど、実際選手の質も高くて、アンダー16の日本代表に藤井選手が、はい、早まれで選ばれてまして、この前のアンダー17のアジアカップ予選も招集されてたんですね。そういう選手もいて、でやっぱりこうチームの勢いに乗れば、ちょっとこれは面白いんじゃないかなっていう気はしてますね。手塚君は他注目校あります？僕は高川学園ですね。もうトルメンタ、前回の選手権でもベスト4だった時も海外にもゴール前でこう手つないでグイグイ回りながら、あれが意外にこう相手のマークを最初決めるんで、多分それでこう相手を惑わせられるんですけど、あれが相当効くんですよね。まあ海外でも珍しいんでこうメディアで取り上げられたりしましたけど、こうまああまりサッカー詳しくない人だったりからしたら、そういうこう面白いこう部分からこう見始めてもいいのかなっていう、すごくユニークなセットプレーをしてくるチームなので、選手も今年やっぱいるんで面白いかなとは思うんですよ。特に僕注目してるのがフォワードの山本選手で、はい、彼もアンダー16の代表候補に入ったことがある選手なんですけど、まあ、身長も177センチで、はい、強さもあって、ゴール決めるっていうセンスを持ってるんで、彼とかちょっと見てみたいなっていうのがあったんで、去年の3ゲームなるかっていうのは注目ですよね。これね、高川学園が初戦の時にセットプレー取ったら会場ざわつくでしょうね。逆に全く新しいことやる可能性もありますからね。そうだよね。そうなんですか。可能性としてやるかやらないか別としてトルメンタと思ってきたと思ったら全然違うことをやる可能性もまた新しい何かを出してくるかもしれないです。そういうのもちょっと楽しみです。楽しみですよね。実際高川のトルメンタがそれで結構他のチームでやってるのも今年予選中見たんで僕も。そうですよね。敗退したチームとかでやってるチームあったんですよ。だからそういう影響は間違いなくあるなと思ってたんで、ちょっと次のトレンドをなんか作るかもしれないですよね。そうなんですよ。だから去年と同じことをやってももしかしたら対策されてる可能性があるかなと思っていて、そうですね。確かに。いやでも違うの出してきたらちょっと楽しみだな。そうですね。他にあるんですかね逆に。いや結構もともといろいろやってるチームであるんでひょっとしたら何かあるかもしれないですよね。注目ですね。そうですね。松尾さんは他は注目こうあります？日体大柏はやっぱりここ最近力つけてきて、やっぱ千葉の2強って言われてた千船さんと龍慶さん、ここに割って入ってきたっていうのはかなりトピックなのかなとは思うんですよね。そういう意味ではその選手も揃っててレイソルさんと提携をしているの で、ね、で監督もレイソルでプレーした根引さんがやられてて、でそういう、毎週水曜日とかに例えば柏のアンダー18で練習試合したりとか、いい選手いたら柏のユースの練習ちょっと行ってみるとか、そういう提携もしてる中で、去年初めてJ リーガーが柏に、誕生して今年も大家選手ウィリアム選手が行くんですけど、彼とか190センチあってもともとボランチとかサイドバックをやった選手で、今年も2月からフォワードになったんですよね。2月春先にで左利きで柔らかくてで直接フリーキックも打てるっていう、将来的にはこうオルンガみたいになってほしいなって、もうちょっと線が太くなれば可能性十分あるなって思う選手もいるので、そういう意味では本当に力もあるんですよね。やはりこうだから千葉ってこれまで市立船橋高校と龍慶大柏高校の2強のどっちかかなっていうところで、今回日体大柏初出場じゃないですか。だ千葉県って今その仙台松戸高校っていうところも含めて、そうですね、いろいろね勢力図がなんか変わってきつつありますね。昔のこの絶対的なっていうのがなくなってきてて、日体大柏さんでいうと千葉の戦いでいうと9年ぶりなんですよね、龍慶と市船以外のチームが出てくるっていうこと自体が、やっぱり例えば本当にこう今まで作ってきたものがあってプレミアでまだ頑張って戦って結果も残してるんですけど、これで日体大柏さんが例えば上位行く、準決勝行く決勝まで行ったとかってなると、またちょっとこうさらに状況変わってくるんじゃないかなと思うので、千葉のサッカーにとっては歴史の転換点になるかもしれないですよね、そういう意味では。流行りのワードで言えば新時代を築けるかってところですか。そうですね、はい。本当その通りだと思います。もうあと他に結構そのドリブルとかテクニックで有名な聖和学園も入ってるじゃないですか。はいはい。どうなんですか今年。聖和学園に関して言うと、ちょっとずつもちろんドリブル重視はしてるんですけど、ちょっとずつこう普通サッカーというか、ちょっとこう奇抜なサッカーというよりも、もうちょっとこう軸が戻ってきてる、ちょっと戻ってきたなって印象はちょっとあるんです。もうちょっとテクニックがあってもうちょっと重視はしてるんですけど、昔みたいにドリブルしかしませんみたいなチームではなくなってきてるんで、ただ相手の大分もテクニカルなチームなんで、この技巧派同士の対戦っていうのもちょっと面白いんじゃないかな。結構大分のアントリニータの下部組織の子とかもいるチームなので、何人か。昔選手権予選取材した時、この聖和学院と大分高校、両チームとも印象に残ってて、大分高校ベスト4を1回行ったんですけど、もうあの時は本当にいいサッカーしてて、もうなんだろう、攻守に連動したすごいチームとしてまとまってる。で監督のやっぱこうカリスマ性というか、そうですよね、すごい好感を持てるチームっていうので、大分高校はすごい好感を持ってたんですよ。一方聖和学園はもう松尾さんおっしゃる通り、ドリブルしかしてない時代に取材をして、この時の試合見て、ある意味すごいなと思いました。本当にだから僕はあれですよ、その時のタイトルはドリブルみたいな。いやまさにでもそうですよね。そういうあれでした。ある意味すごいなと思ってとことんでもあれはそれはそれで好感持てましたよ。とことんこだわってるなと思って。そうですよね。なんか選手たち楽しそうだなって見えたんで、なんか勝利至上主義というかね、そういうところがこう一線を隠せはないですけど、なんかなんか新たな高校サッカーの形を見せてもらったなっていう意味で、聖和学園はもう気になる存在ですね。どうでしょう、ここのブロック、先ほど A ブロック B ブロックとも有力校をこう挙げてもらいましたが、その辺と比較するとこう優勝を狙える力があるっていうところはどうですか？東山は行ってほしいなっていう思いがあって、というのが、青森山田と決勝でもしやるとしたら、けど黒田先生と福重監督の仲がいいんですよ。なるほど。同級生なんですよ、大学の。で去年のインターハイでも対戦をしてて、準々決勝で。やっぱりこうすごく悔しい思いもしてて、でしかも今年で黒田さん最後ってなると、もうここでしか最後対戦できないので、そういうちょっと昔話も含めた思いもあると思うので、ここは東山との相当の思いあるんじゃないかなっていう気はする。まあ十分力としても狙える力があるので、前回もベスト8でやってますよね。で、だから東山がすればじゃあ決勝でね、青森山田を倒すぞと。そういうこう合言葉でやってくるかもしれないですね。そうですね。去年2回やって2回とも勝てなくて、じゃあこと3度目の正直っていうのは当然選手もそれを経験してる選手がたくさん残っているのであると思いますね。そう高校サッカーの面白いところは、そういう一種のこう因縁。そうですね。これってなんか本当なんていうかこう悪い意味じゃなくて、そういう関係性を探ってみるのはすごい面白いですね。そうですね。実はこことここつながってたとか。例えばこの多分ダイジェストさんの今選手権名鑑とかにも中学校時代の書いてあるんですけど、実はこの選手この中学時代やってたんだとか、そういうのもあるんで、そういうのはやっぱ面白いですよね、つながりはやっぱり、ね、ちなみにお二人高校サッカーはどうでした？東福岡高校出身じゃないですか。一応そうですけど、僕中学も東福岡で上がる寸前に辞めてるんで、ちょうど1個が長友さんとかでしたけど、もう雲の上の存在ですよね。だから僕高校サッカーは僕はもうすごいなと思って外から見てた人間なんで、その頃書道部だったんで、サッカー部の練習外を見ながらずっと文字書いてましたね。見ながら。手塚君は？僕はもう全然松尾さんみたいなこの東福岡っていう名前のある学校じゃなかったので何もないんですけど、まあ高校時代にこう前十字靭帯断裂っていうもうサッカー選手だったらこう危機的なよくある怪我をしてしまいまして、まあだからこそ今こうサッカー好きだっていう熱が今盛り上がってきてるようなところもあります。いやそれぞれ高校時代はね、いろんな思いを持ってるやってますからね。それも白鳥さんとかも何かあるんじゃないですか？ありますよ。ありますよ。振らない方が良かったですか？いやここがねあれなんですよ。高校名出していいかがね非常に難しいところでね。そうなんです。高校名ですね。まあ一応ね僕はまあ今でいう市立浦和っていうところでやってて、まあ埼玉では要するにまあ今や古豪なんですけど、選手権との4回優勝しているんで、そうですよね。まあ厳しいわけですよ。伝統を背負ってけっていうわけで。練習めちゃめちゃ厳しかったですよ。でも手塚君と一緒で僕ね膝それ2回ぐらい手術したんで、それでちょっと挫折した部分はあります。やっぱ怪我って大きいですよね。大きいですね。だからこそプロの凄さ、帰ってくるプロの凄さが。宮市選手とかもそうですよね。何回も人体切ってまた帰ってくるっていう。信じられないです。だからこそやっぱりこう選手権に出てきた高校の選手たちはやっぱできればね万全な状態で。そうですね。せっかくこの舞台は戦ってほしいなっていつも。そうなんですよね。はい、以上グループ C でした。展望の最後は D ブロックとなります。はい。ここは。いやー、なんでこんな組み合わせになっちゃったかなっていう、もう今大会、まあ最大の激戦区と言っても過言ではないでしょう。はい、もう間違いなく一番大変なブロックです。はい、まずはね、このブロックの、注目校をちょっと見ていきたいと思いますが、まあ、インターハイ王者の前橋育英高校、まあ、そこといきなり当たる日商学園、さらに埼玉の昌平高校、そして前回準優勝の大津高校などをちょっと一つずつ上げていくと、ちょっともうキリがないかなというレベルのブロックになっておりますが、こんな激戦区の本命、それぞれ上げてもらいましょうか。これは難しいですよね。じゃあ今回は手塚君からいきましょうか。はい、わかりました。じゃあどうぞ。まあ激戦区の中の個人的な思いは前橋育英です。前橋育英高校。まあ私がこう今年インターハイ優勝したということで、あの取材に行かせてもらったのも少しちょっとあるんですけども、まああのまあ勢いがあるの感じがしますし、あの特にこう注目しているのがこう前線の高橋善選手で。うん、158センチってすごい身長が低いんですけど、あの決勝を見させてもらった時にこう、決勝ゴールを決めたんですね。優勝につながる、それまで得点がなかったんですけど、その大会でこう何度も前線でこう動き回る姿だとか、あの抜け出しを狙う姿とか、ちっちゃいながらにこう頑張る姿がこう目惹かれて、すごく期待してる選手ですし、前橋育英自体にもこう期待してます、個人的には。はい、松尾さんは難しいですよね、ここは。僕は前橋育英、大和翔平というだいぶふわっとした答えになっちゃうんですけど、ふわっとしてますね。だいぶふわっとしちゃったんですけど難しいなと思ってて、僕はもし前橋育英と翔平が勝ち上がってきたら3回戦で当たるんですよね。ここが事実上の決勝になるんじゃないかなっていう気がしていて、で前橋育英は手塚君がおっしゃった通り、本当に今年のチームは穴がないんですね。はい、でキーパーの天野君も含めてもう本当に守備もしっかりしてて、攻撃陣は誰が出ても控えの選手も含めて、今年は20人ぐらいもうトップチームがいるような感じなんですね。でもともとキーマンだった根津君っていう選手が、まあ、今年の7月ぐらいにちょっと大怪我してしまって、今年はちょっと万全じゃなくて、インターハイもベンチスタートが多かったんですね。で彼が夏以降戻ってきたんですけど、帰ってくるポジションがなくなっちゃったんですよ、ボランチの選手なんですけど。なるほど。で今それで右サイドバックにもうコンバートして起用してて、そこがまたハマったりとかも含めて、で誰が出ても今本当にいいチームになってるなっていうのはあります。ただその一方で翔平、またこれが勢いに実は今乗ってるというのがあって、プレミアリーグ参入を決めたんですね、先週、初昇格で。で今年のチームやっぱり新井選手とやっぱりこう津久井選手、前線と後ろに J 内定の2人を用してて、でテクニカルなサッカーを展開していって、パスと見せかけてドリブル、ドリブルと見せかけてパス、フィニッシュっていうところでもう何でもできる攻撃なんですけど、タレントが他にも揃ってて、あの2年生の長君とか。あと土屋君っていう選手もいるんですけど、彼らもまたいい選手で、ここもまたトップに、まあ、20人ぐらい常時もう誰が出てもいいぐらいの戦力持ってるんで、ちょっとここで当たるのはもうもったいないなっていうぐらいので、ここで勝ったチームが優勝するんじゃないかなって僕は思ってますね。ただここのブロック一試合一試合でのこのなんていうか削られる体力、メンタル、相当なものかなっていう。いや相当なものだと思います。だからここをどう抜けていくかっていうのはすごく難しくて、ただ中1日っていうのがまあプラスに働く可能性もどちらもあるので、体温戻せるので、翔平実際インターハイベスト4なんですね今回、でその時に準決勝帝京さんとやって、まあ1対1で負けてしまったんですけど、中盤の3人を新井君と篠田君とか、まあ、長田君のレギュラー格を全員ベンチに置いたんですよ。で逆にこのフレッシュ選手を3人並べて、って言っても全然戦えるチームだったので、そういうこともできるので、まあ、中1はきついけど、それは全然あんまり翔平さん、マイクさんは関係ないかもしれないなと。ただそういう隙を見て大津さんが大津が上がってくる可能性も十分あるんじゃないかなと思いますけど、その前橋育英高校、昌平高校、今言うように、まあ簡単に言えば総合力がやっぱ抜けてるなという印象、はい、で今松尾さんからおっしゃった大津、はい、前回準優勝ね、公立高校での躍進ということでも注目を集めましたけど、うん、どうですか今年は。いや、大津に関して言うと非常に春先は結構不安もあって、うん、去年のやっぱ経験者っていうのが、まあ、前線の、まあ、キャプテンがやっている191センチの小林選手、世代別代表に選ばれてるんですけど、うん、彼とあと今年10番の田原選手ぐらいしかいなかったんですよ、本当に。でそこからただ平岡総監督も、まあ、秋にね仕上がってれば大丈夫だからっていうところで長い目を見て1年生使ったりしながら経験積んでって、夏のインターハイ結構状態良くなってて、昌平に 0-1 で負けてしまったんですね、ベスト8で。でもすごくいいサッカーをしてて、逆に昌平が押し込まれる時間が長かったんですよ。セットプレー一発で昌平勝ったようなゲームだったんで、でそういうのも含めて良くなって、今回ここでさらに仕上がってきて。で両サイドハーフが今年は肝になってて、はい、誰が出てもここまた結構誰が出ても大丈夫で、うん、田原選手後半も頭ぐらいで変えちゃっても全然問題ないぐらいにいろんな選手がいて、選手は熱いかなっていう気はしてて、あと実はセカンドキーパーで南雄太選手の息子さんがいるっていうのも注目ポイントかなとは思いますね。決してレギュラーで試合になかなか出られないんですけど、キャラもすごくいい選手で。チームを盛り上げるのが上手な子なので、そういうのもちょっと注目ですね。個人的な話をさせて少しもらえれば、はい、私は埼玉県出身なので、はい、やはりこう埼玉の高校に勝ってもらいたいというそうですね。昌平高校でも最近というか近年いつも優勝候補に上がり方がなかなか上いきなりもどかしさがあって、この埼玉はたどればずっと昔に武南高校が優勝して以来優勝してないんですよ。僕が高校時代、武南黄金期だったんですよ。ちょうど上野義晴選手いて、武南が僕が1年の時武南が南浦和に敗れて準優勝、翌年武南ベスト4、その翌年は4中高に準々決勝で上げてベスト8。無難でさえ優勝できないんだと当時思ってたんですよ。でなかなかそこからやっぱベスト8ぐらいに行く高校はあるんですけど、そうですね、やっぱねこうなんだろう、もどかしいんですよね、埼玉で育ったものとして。そうそうねやっぱサッカーが盛んで昔から強いって言われててもなかなか優勝できないもちろんそう、もうその間にサッカー高校サッカーの勢力じゃもういろいろ変わってますけど。本当になんかそろそろね埼玉県のこのサッカーの威厳を取り戻す意味で昌平高校頑張ってくれないかなっていう思いは個人的にあるんですよ。そういう意味ではその勝ち切るとかっていうところで言うと、そこも今年は兼ね備えてて、セットプレーが強いんですよ今年。はい、で新井選手が左利きで、右利きの土屋選手、2人のキッカー用意してて、結構セットプレー、コーナー、フリーキックからズドンって決める試合結構あるんですね。だからいわゆる昌平さんが、ボールをつなぐチームじゃないですか。だからブロック疲れた時にどう崩すかで結構手こずる時ってあるんですよね。でも今年はそこで手こずってもセットプレーで決められてしまうっていう強みはあるので、そういうのも追い風になるんじゃないかなって気はしてるんですよね。新井選手は僕 FC 東京担当なんでルヴァンカップでプレーしている姿を見てるんで、やっぱそこでもね堂々とアグレッシブに仕掛けたり、ドリブルの成功率はともかく負けん気強いなと思ったんで、強いですね。やっぱりちょっと楽しみなんですよね。体が強いですよね。強いです。毎朝ステーキを食べてるそうです。あ、そうなんですね。彼はなんか毎朝ステーキ食べるのがもう日課だそうです。毎日基本的に食べてるそうです。手塚君はどうだ、他注目している高校ありますか？まあこう昌平はこう見てて面白いなサッカーを知るっていう印象ですよね。テクニカルなチームで、まあパスもドリブルも織り交ぜながら、すごく攻撃的なスタイルですし、まあ面白いなっていう、まあJ リーグでいうフロンターレじゃないですけど、こう見てて面白いサッカーをするなっていう印象ですね。そうですね。あとちょっと話もあるんですけど、前橋育英が大会屈指のチームワークを持っているんじゃないかなと思ってて、インターハイの時取材させてもらって、徳永選手、キャプテンの徳永選手が、うん、試合中ずっと右振り手振りでこう他の選手に指示してるんですよね。はい、で、他の選手に話聞くと怒られましたとか一見こうすごく強いというか力を持ってると思うんですけど、それでも親身になって相談に聞いてあげたりだとか、監督からも第二の監督なんじゃないかっていうことも言ってたりだとか、本当に徳永選手を中心にまとまりのあるチームっていうふうな印象なので、そこも期待して注目しているところですね。はい、でこのブロックでは開幕戦がありますね。東京 B 代表の成立学園と三重県代表の津工という戦いになります。はい、僕の友達で津工、はい、この選手権前回出た子がいるんですよ。琉慶大柏に準決勝で、結構0-6ぐらい負けたのかな。大前選手とかいた時代で、多分あれ以来なんですよね、津工出場する15年ぶりですもんね。そうなんですよ。でいきなり開幕戦で国立競技場ですか。国立で出るのいいですよね。いいですよね。成立学園も17年ぶりで、毎年そういいとこまでね行くんですけど、決勝予選決勝準決で負けるっていうのが続いてたんで、17年ぶりに出てきて、しかも開幕戦っていうのはかなり気合入るんじゃないかなっていう気は。あとどうですか、注目の静岡からは。そうですね、浜松開誠館。開誠館もね、監督が元 J リーガーということで、青島さん、文学さんですね。往年のJ リーグファンからしたらね、もう青島さんってなりますからね。で僕直近で試合見てきて、プレミアリーグ参入戦の初戦を見てきたんですけど、しっかりその3バックで守って前に出るっていうところはベースにやってるチームにはなるんですけど、最終ライン結構サイズがある選手が揃っていて、で前もテクニカルな選手、特に松本選手、スルーパスが上手な選手で、ちょっとサイズは本当163センチぐらいしかないんですけど、結構攻撃の起点になってて、ゴールに絡む回数も多いので、彼を起点にどう攻めていくか、でフォワードの坂上選手だったりとか、そういう選手もいるので、バランスはすごくいいチームかなとは思います。なので大津をどう封じていくのか、特に小林選手に対して高さがあるので、十分に対抗できるサイズはあるので、そこをうまく封じられれば番狂わせはあるんじゃないかなって気はしてますね。あと西尾学園どうですか。西尾学園、やっぱり監督が変わってなかなか選手権に出れない時期がやっぱ続いて、3年ぶりっていうところで、今回でやっぱそのサイドバックの倉谷選手だったり、スピードすごくある選手で、センターバックの工藤選手とかも去年から試合に絡んでた選手なんですね。であと J 内定してる金川選手っていう、本当にボールのフィーリングだったりとか、パスセンスにすごい長けた選手がいて、バランスはすごくいいなとは思うので、いきなり前行くってところですごく難しい相手なんですけど、十分おっていう展開に持っていく可能性は、でも真っ向勝負に挑むのか、ある程度ブロック作ってやるのかでも変わってくるとは思うので、そこら辺ちょっと原監督がどういう策を練ってくるかっていうのは注目ですね。はい、やっぱこうやってブロックごとに展望していくと、改めてやはり、面白そうだなと。そうですね。いろいろやっぱ青森山田とか、そういう強豪校に目が行きがちですけれども、やっぱそれぞれね、こうやって見ていくとそれぞれの特徴があって、思いもあるので、なんかまた見るポイントがね増えていっていいかなと思います。はい。そうですね。最後にね、お二人にやっていただきたいのが優勝校予想です。はい。国かもしれませんが。優勝校予想ですね。はい。なるほど。ちなみに僕はやりません。やらないですか。ここまでやってやらないですか。やらないです。理由あって、知ってます。僕ね、僕が応援するチームは次々と葬られていくっていうちょっとね嫌な絆、はい、ワールドカップ中での生配信は有名な話ですよ。デスノートしろと言って言われてます、はい、それ手塚君からいけますか。はいはい、このまますいません。前橋育英高校育英をそうですね、間違いなく可能性はあるチームだなと思いますし、まあインターハイで優勝したっていうこう流れも持ちつつ、まあ各学年にこうタレントも揃ってますし、まあ総合力も高いチームっていうことで、まあ優勝を個人的には期待したいチームです。はい。夏冬とね、制せば一つねまた偉業と合いますよね。そうですね。ここでこう一気にこうドーンと流れに乗ってほしいな、二冠で。はい。はい、じゃあ松尾さん。はい、僕は昌平（神村学園）とさせていただきました。はい。昌平さんはやっぱりこう近年ずっと力つけてて、やっぱこう中高で下部組織の FC ラビーダっていうところとうまく絡みながらチーム強化してきて、でプレミア参入も決まってっていうところで新しい時代を作るっていう意味でも、はい、昌平さんがこうで優勝すればまた高校サッカーの歴史も流れも変わるんじゃないかな。はい、そうですね。で初優勝って2016年の青森山田以来出てないんですよね。はいはい。でまあそれ以降ずっとまあ2015年の東福岡さんもそうなんですけど、大体まあ上にある程度来てる、プレミアにも戦っててずっと選手権でも上位に来てるチームが優勝してたって流れがずっと続いてたので、ここでちょっと新しい流れ出てきたら面白いんじゃないかなと。で神村学園にさせてもらったのはやっぱり状態がいいっていうのと、黄金世代って言われて福田選手、大迫選手、笠木選手っていう国体に中3の飛び級で出場した選手たちが神村中だったり他のチームから来て上がって、最後本当黄金世代のもう集大成ってところで。これはちょっと個人的な感情になるんですけど、やっぱりちょっとこう最後いつも泣いて終わってたんで負けて、今回は嬉し泣きみたいなっていうのはちょっとありますね。そうですね。はい。なんでこの2チームのカードになったら新しい時代感は、ね、すごく出るんじゃないかな、決勝で戦ってくれたこともプレミアに来年参入しますし。はい、なるほど、はい、ありがとうございました。はい、で今回の高校選手権の選手メーカーはね、手塚君も作ってくれた、はい、こちらでもね、はい、ね絶賛発売中ですので、ね、はい、こちらです、はい、はい、今大会のこう観戦のお供に、はい、ぜひぜひ、今大会は12月28日国立競技場で開催される成立学園と津工の一戦から幕を開けることになります。ね、どんな結末が待っているのが楽しみですね。いや本当ですね。楽しみです。何があるか、新しい時代の幕開けになるか注目したいですね。楽しみですね。はい。今回ちょっと展望お二人ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。